皆さんこんにちは、国とこないんです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。行ってきましたよ、前橋初市。ちょっと遅めのアップになりましたが、活気あるお祭りの雰囲気を皆さんにお伝えできれば嬉しく思います。ということで、前橋初市の様子をとくとご覧あれ。通りじゃなくてその前に、時間一つもらえますか。はい、しました。300円です。はい、すいません、ありがとうございます。さあ、じゃあ中辛ゆず入りで、はい、さあ、じゃあ中辛のゆず入り。さあ、まずはこちらもね、四国讃岐の名産物からいきます。八つ草のこちら木一本、辛口のナンバーワン、高の爪の純物に、さあ、尊い薬剤のみかん、これまた陳腐から磯の香り味わいましょう。松葉型、これにごま、さあ、山椒抜かしてね、これ浅の実が入ります。最後、生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、海苔が入って特製、これにごまの香り、さあ、これにゆずの味、香りを加えていきましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。ゆずね、たっぷり入った。まさにね、海苔の香り、ね、チンピの香り、さあ、風味、香り味わいましょう。ゆず多めだよね。ありがとうございます。スペシャルサービスね。さあ、山盛り満タン入った。甘い辛いはお好みで調合いたします。300年の伝統、秘伝の香り、江戸の香り、薬用ならえるでございますね。甘い辛いはお好みで調合いたします。ずっとすごい。いらっしゃいませ。さあ、甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、大柄になりますと辛口のナンバーワン、まずはこちらね、四国讃岐の名産物、八つ草の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛口、これが大柄、海苔が入って特製、これにごま、さあ、山椒の香りを加えます。さあ、大柄にはまず一杯、こちらもシングル、さあ、いい日ごわい、今日もね、ダブル、これね、辛みを加えます。ダブルダブルサービスね。
ね、山椒ね、独行椒とね、山椒たっぷり入った、風味香り味わいましょう。最上の名産物から江戸風味江戸土産、さあ七味薬用がないと甘いカレーはお好みで調合いたします。サンドサンドの食卓の友でございます。小出しで使った保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。さあ、おわとお兄さん、激辛一つ。こちらがね、大柄になっております。さあ、塩薬用とね、尊われました七色七味、さあ自家製造直売中の品物でございます。こちらがね、大柄になっております。でお家に帰ったらタッパーとかジップロック、そういったものに移し替えて冷凍庫しまっておいてください。であとはこう入れ物の中でちょっとずつ小出しに使えばね、長持ちします。だいたい1年ぐらい全然ね、香り変わりませんからね、美味しくいただいてください。ありがとうございます。納豆ご飯とかね、卵かけご飯なんかでもね、美味しくいただけますからね、ぜひ。はい、ありがとうございます。時間でないですか、大丈夫ですか。いや、ちょっと冷たくて動かない。動かないですか。やりましょうか。大丈夫ですか。さあ、でお兄さんもよかったら、さからさわ、中から、青から、いったら、あ、お好みでね、お作りいたします。一般の家庭向けの、ありがとうございます。1000円になりますね。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。卵だ。もう前橋デザインコミッションです。このババカー通りでの、はい、はい、カメラあっちだからね。はい、さあ、それでは、前橋街中のさらなる発展を祈りまして、せーの、ガチンガチン。失礼して、一発目すいません、ありがとうございます。はい、一つずつお願いします。ああ、ちょっとだけ。いただきます。うまい。じゃあ、いただきます。どうも、ご視聴ありがとうございます。どうも。まさかここへ来て、うまい酒いただけると思わなかったよ。必ずね、冷蔵庫しまっておいてください。今年にね、使ってくださいね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。小柄一つ、小柄小柄、小柄で、もう今後意外とうちのところして辛くないけど、風味が強い、中柄かけていいんじゃないかな。中柄でね、あとはね、かけるようで調節してください。こちらね、秘伝の中柄、これ私のね、スペシャルブレンドのね、こちら中柄からいきましょう。こちらに風味です。これは東京名産物のね、こちら青のり、埼玉県から武州のすりごま、こちら東海道朝倉山の本山椒の金山椒が入ります。こちらね、まずはね、シングルのおまけ、こちらね、ダブルのサービス、最後ね、これスペシャルサービスね、これね、中柄でございます。さあ、天地用薬用とね、相当ありました七色七味は、お客様に合わせてね、その場で完全調合いたします。こちらが中柄になっておりますね。さあ、香りと風味で味わいましょうね。秘伝の香り、江戸の香り、薬用七色でございますね。ちょっとございます。さあ、地用薬用七色、甘い辛いはお好みで調合いたします。小出しで使った保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。冷蔵庫に入れて。さあ、風味一番でございます。静かに泣かなくていい猫だね。そうそうそう。餌も食わないから。餌もない。どうもありがとうございます。また買いに来てください。はい、さあ、風味香りで味わいましょう。はい、また来ます。ありがとうございます。さあ、お後はございませんか。さあ、甘い辛いは好みで調合いたします。さあ、お姉さんは中辛、大辛、激辛。中辛で控えめだね。そんなに辛くない。まあ、大辛でも大丈夫。まあ、苦手だったら中辛でもいいけど、あの市販の瓶詰めがうちの大辛ぐらいだもん。あっちの方が辛い。なんでかっていうと、唐辛子ばっかりで香りがないからね。激辛で。随分上がったね。さあ、激辛になりますので、辛口のナンバーワン、これ四国三味の名産物、宝の爪の順物に、ただいま混ぜ合いました、こちらは中辛。焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛さ激辛。さあ、海苔の香り味わいましょう。松葉型、ごまの香りから山椒の香りを加えます。さあ、激辛には辛いところ、まずは一杯シングル。さあ、お姉さんの気持ちからこれね、ダブルでいきましょう。ダブルの辛いところ、まあね、山椒の香り、さらに辛みを加えてね、海苔の香りを加えたところ、辛さ激辛に変わります。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、風味一番、香り一番、甘い辛いはお好みで調合いたします。小出しで使った保存は冷凍室にしまってください。さあ、まずお姉さん